い、ということでね、つかまだ残暑厳しくないですか。残暑、いやでも、うん、水戸は涼しいよ、びっくりしたもん俺。あでも夜に着いたからじゃない、昼間都内にいてさ。いや向こう夜も暑いじゃん。あそんなに水戸俺寒いと思っちゃったもん来て。そんなことあるんだね。まあでも水戸は落ち着きますね、駅降りてからすぐに水戸はね、なんだろう、なんか、そうだな、歩かない作りにしてほしいな。それは絶対無理だね。もうダメだよそういう考えが。でも本当ダメだもう。本当動きたくない。もう最近ちょっとこうそうだよね、うん。ちょっとエネルギッシュを感じないもん。いやもうやばい。もう疲れてるもん本当に。やっぱプライベートも最近ぎっちりなの。うんぎっちりだね。本当休みないもん。本当に。あそうか鈴木は休みなんだっけ。いいな。鈴木は休みあっていいな。いや俺いろんな偉い人と飲む仕事がいっぱいあるからそれ夜でしょ。いいな。最近肝臓を犠牲にしてるから。いやでも鈴木に感謝してるよ。鈴木に感謝しつつ、うん、鈴木俺は誘うんじゃねえぞと思ってるからお前ね良くないよ。鈴木それでいいんだ鈴木はそのまま突っ走って金キラ金用のように輝けって、明日にときめけ、明日にきらめけ。あれ川藤先生川藤先生、棚心。いや一部すぎて分かんないよそれ新庄にやった有名なシーンだけど、前のコンビの時にね、それやったのよ。おう、秀ノ林時代、秀ノ林時代にそれだけルーキーズの、コントを、いやっぱりルーキーズ入ってたから、ルーキーズ好きな人にはバカ受けしたね。あドハマりしたんだ。もう全然ね、その要は川藤先生が俺なんだけど、全然生徒を助けねえっていうコントなのよ。一応かばうんだけど、いや先生こいつは相方はね、いいやつ、こいつはいいやつ、お前が悪くないです、俺が悪いんです全て、はいはい、そっか、おい鈴木退学だっつっていやいや助けろよっていう、そういうコント。なんか最近そういうの作ってなくない裏に。うん、だってコント好きじゃないから鈴木。あのコン、いやコン、いやその先を考えた時にね。先を考えた時にじゃあ俺も結構コント思いつくのよ、でもやっぱり鈴木って漫才が好きだからさ。でもそう思ったらさ、でもこの間の単独やんなかったよね、あのコント。そっち系の、まあ、3つができちゃったからね。今日も張り切っていきましょう。それでは水炭水鏡金魚金魚始まります。喋ってっから俺。水炭水鏡のキンキラ金曜茨城やーい、イエーイ。月曜でもない火曜でもない、水曜でもない、木曜でもない、金曜決まったぜ。はい、はい、ということでこの時間はですね、茨城県出身お笑い芸人水炭水鏡が詰めさせていただきます。いやーやっぱりねー、はい、いやこのご時世、もう最近納豆食ってないわ。そういや、いや多分ですけど、昨日あなた納豆巻き食ってましたね食ってた俺食ってたじゃない。しかも何ですかこの時世と、このご時世納豆食ってないって。でも納豆はさ、かけるもんだから、俺の中じゃ、でも何日か前食ったなやばくないですか最近本当に。やばいやばい。ということで、1週間ぶりですね、先週が、茨城らがお休みだったので2週間ぶりじゃん。あ、2週間ぶりか。そう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 、2週間ぶりっていうのか。そう、2週間ぶり、ね、そうそう、お盆休みでしたからね、お盆どっか行きました？いやもう仕事とかですかね、そうですね。あとでもそうだね、今度もいろいろと遊びに行きますよ。あ、本当？なるほど。鈴木も今日遊んだんですか？なんかいやもう仕事遊んでるイメージがあるから。お盆がっつり仕事。仕事あったんだ多分一緒にいたよ。あ、嘘。まあそれはね、これ活動報告でもね、報告したいと思います。さあこの番組はですね、ソーシャルストリーム、ツイッターとも同期しております。まあツイッターの方はね、こちら、シャープ水炭水鏡をつけてね、つぶやいていければね、もうちょっとこっちかな、こっちかな、ギュー
はい、はい、ということでね、やりたかったですよ。はい、こちらね、ツイッターにシャープスイタンスイカをつけてどんどんつぶやいてください。拾っていきますよ。拾っても捨てはしねえぜ。イエーイ。これで俺の体力限界だぜ今ので。動かさないでくれ。俺を動かさないでくれ。早速ちょっとチェックしたいんですけど、パソコンがないんですよね。ちょっとお、ちょっとイバキラさん、こうやってね、だんだん備品がなくなるし、あれですか、いじめですか、水炭水耕。え、でもさ、これで仕事をいただいてからそれでは良くない。いやいや、俺も今芸人スイッチだからね。そう言われたら俺本当に悪いやつになっちゃうから。芸人スイッチ入ってるから。え、じゃあ鈴木スイッチはどんなんですか。鈴木スイッチってのは、鈴木その一般の、一般芸人じゃないよ、芸人じゃない時の鈴木のスイッチあるんですか。押すとね、うん、これよく電車の中で見る。電車の中で見る。いや、やっぱりありますよね、オンオフは。あるあるある、オンオフある。今だと俺オフだもん。いや、だったらオンにしてくれ。本当にオンにしてくれ、それだったら。俺オフ。ね、それはもうガッチリオンにしてくんねえと困っから。いやね、最近、うん、最近オフ率高いな気がするな、俺。いや、ダメですよ、本当に。でもなんだろうね。いや、どう、なんだろうね。俺が喋りすぎてんのかなって最近ちょっとそれを思う時ある。ああ、なるほどね。うん、黙れば俺が喋るんじゃねえかと。そう、なるほど。一回じゃあ黙ってて、うん、事故だよ。事故だよ。今やっと休めたと思って。事故だ。あー、来ました来ました。はい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 、天然パーマなんですよ ね。天然パーマなんですね。はいはい、来ました。あ、そう、大喜利を募集してるんですよね。うん、もう宿題いっちゃいましょうかね。まず宿題ですね。今回の大喜利の宿題、まくびした？したでしょ、今。してない。本当は？仕事中、した。したかい。はい、今回大喜利があります。皆さんね、ツイッターのシャープツイッターのスイッチをつけてつぶやいてください。さあ、今回のお題はこちら。みんな面白いからな。2000X 年、水戸駅北口。いや、北斗の県はいいよ。怒っとね。2000X 年、水戸駅北口、南口に続き、西口がオープン。北の向こう、おい、どこでチェンジしてんだよ、おい。西口がオープン。北の黄門像、南の納豆像に次いで、西口へ建てられる像とは、ね、はい、こちらね、どんどんつぶやいてください。フローズンバリガッチャさん来てますね。お、早い。こんばんは、なんだかお久しぶりな気がします。あ、本当だね。お久しぶりです。あと、ヨシチさん、お疲れんこん。お疲れんこん、いやいや、お前、愛想のやめろ。何が。はい、よかったと、つぶやいてください。じゃあ、初めのコーナー行きましょう。水炭水コーナー、デデデデデデデ、活動報告。毎回俺疑問ってなんだけどさ、活動報告ってコーナーなの？コーナーですよ。あ、コーナーなの？立派なコーナーです。活動報告は活動報告だと思うんだけど、みんなが欲しがってるコーナー。そう、うん、でも、うん、内原イオンで滑ったやつですよ、これ。なんか内原イオンで滑ったやつです。みんな興味なくて。あんま言わないよ。そういうのは。そういうとこ見せてきましょうよ。内原イオンはね、鬼門って言われてんだから、もしそう。はい。じゃあ、行きましょう。最初の写真、こちら。じゃーん。こちらですよ。クロちゃん、ブログに書いてましたね。赤坂サカスの仕事が無事に終わったと、TBS は。終わりました。その時の写真ですね。このお客さんは、静岡から僕に会いに来ると。嬉しいね。うん、しかもね、うん、この仕事がピンなんですよ。そうなのよ。いや、すごいよ、皆さん。うん、やっと鈴木が発揮しましたよ。来ました、僕ピンに強い。このピンの仕事ね、うん、ドハマりしました、お偉いさんに。そう、偉い褒められて、もう14日間なんだよね。もう14日間あって、うん、でも鈴木ともう飲みの席で、鈴木、うん、お前ほんと完璧だ。そう、鈴木がね、14日間いっぱい出てくれて本当に助かった。初日も鈴木ね、ほんと最高だったって言ったんですけど、うん、飲みが済んだら10分後に、うん、鈴木お前抜本的に変えた方がいいって言われたんです。そうそうそう、よく分かんない、どっちだよってね、どっちだよっていうね。しかもね、うん、俺が目の前にいるのに、うん、その人は、うん、鈴木お前が毎日やってくれって。俺目の前にいるいるいる、うんうん、いるよ本当に、うん、でもピンだからね。まあね、うん、難しかったやっぱり。まあまた違うね、リズムがね。そうだね、うん、もういろんな人に水炭水耕してるいろんな人に、うん、クロちゃん本気出していいからって言われたんだよな。本気だわあれ。多分。いや、だからボケなんてさ難しいよね。突っ込めばいいわけじゃない、俺らなんか。俺なんかさ、うん、もうその素人さんの言うその、そうそうそう、しょうもないやつやから。やめろ。え、俺ね、もうずっともう何十年も、うん、もう何年もコンビだから、うん、もうコンビのボケが慣れちゃってるのよ、うん、だ、要は突っ込みがあってで受けるボケを計算しちゃってんのずっと。ああ、はいはい、でも今回はツッコミがないから、う
うわどうしようっつって自分で、はいって言ってます。ああ、まあそう、まあまあ。はい、今ボケたよーって言ってますね。まあそうなっちゃうよね。なんてなるのね。だから勉強なんて本当。あるよね、一般の方と喋っててもさ、突っ込んでくれない時とかね。ああ、まあまあしょうがない、あれは。はい、じゃあ次の写真いきます。勉強になった、ね、うん。ということで、ほのかちゃんでしたね。でも楽しかったです、はい、本当に。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ次の写真いきましょう。来ました、サマーソニック2014。2014だ、サマーソニック。はい、ね。すごいね。あの赤い服着てるのが鈴木ですか、あの下のリュック、ね、違うわ。ステージにいいんだろう、ね。あっちかあっちか。わかるだろうよ。なんでお前赤にしか反応しねえんだよ。わかんなかったよ、そう。もう楽しかったですね、サマーソニック2014ね。2014ね。うん。2014なのあれ。俺は2014って呼んでる。本当にわかんないわかんない。わかんない。どっちなんでしょう、これ。2000X だよ。もういいよ、それは。いい大喜利だよ、それは。はい。南口で。面白かったっすよ、ね、なんか出てきちゃった、なんか出てきちゃったはいね、サマーソニックね、行ってきまして、いや、初めてですね、仕事で行ったのは。茨城出身の芸人がね、ああいう日本三大フェスに潜り込みましたよ、本当に。鈴木はサマソニック行ったことあるの？そのサマソニはない。あ、ないの？うん。あ、そうなんだ、行ってるイメージがあるけど、うん、ロックインジャパンなら行ってくるけどね。あ、なるほど ね。じゃあ次の写真行きましょう。はいはい、はい、これですね、その時サマソニで一緒になった、うん、大道芸人さんね、真ん中3人が大道芸人？違うでしょ。だとしたら右1人だよ。右1人がね、言うよ。ね、僕、水炭水鉱以外の方がね、加納真美さん。はい。真ん中左で、ね、青ジャージ。で、1人飛ばして俺でしょ。うん、で、もう1人飛ばして。そうだ、そうだって。で、真ん中の方がスピードのエースさん。スペード。スペードのエースさんですよ。スペードのエース。スペードのエースさんですよ。スピードって言われたから。その隣が、ジェンさんっていう。ジェンさん。覚えてるもんですね。いや、覚えとけ。はい。いや、それでね、水炭水鉱がさ、うん、この青ジャージの加納さんにハマってハマって。ハマっちゃってね。もうね。天才ですよ、彼女は。この人ね、うん、すっげえバカなことすんのに、早稲田大学なんですよね。もう、ドツボでしたよ、ほんとに。ドツボ親子。はい、じゃあ、次の写真どうぞ。これですね、こちらね、先日のショールーム、僕ら決勝で、大会まで、優勝決定戦まで勝ち進みました、皆さんのおかげで。響さんのね、お笑いサバイバル。来週火曜のね、よかったらショールーム見てください。うん、決勝戦やります。ね、もう一枚もそうかな。もうこちらもね、昨日ですね、ショールーム見ていただきありがとうございました。ね、雑記娘さんの画面ですね、これね。ああ、なるほど、なるほど。なるほど。これあれだよね、低周波かな、うん、別に決してね、あの男が好きなわけじゃないですからね。はい、ということで、ね、ちょっと駆け足でしたけどね、うん、そんな感じで活動報告でした。濃かったね。うん、うん、さあ、でも、もう8月終わるから、うん、9月、なんかこうしたいとかありますか、うん、水炭水鉱でこうしたい、うん、後半戦だからもう8月も、うん、そうですよ、今年終わりに向けて。あ、そっちね、うん、もっと浴びるほど酒が飲みたいね、俺は。ああ、なんかもうなんか最近、あれだね、お仕事の飲みが多いから。そうなのよ、芸人飲みもしたいね。あの、あ、お仕事飲みも好きだけど。なるほどね、うん、それは女の子ってこと。はい、まあそれもね含めて。じゃあ続いてのコーナーいきましょう。水炭水鉱のちょっと答えてくださーい。はい、このコーナー簡単に言えば大喜利でございます。先ほど言ったですね、Twitter のハッシュタグ水炭水鉱やソーシャルストリームからですね、どんどん皆さん答えてください。今回のお題はこちらです。はい、2000X 年、水戸駅北口南口に続き西口がオープン。北の黄門像、南のな、南のな南の陽子さんですか。南の陽子さんと行きましたね、はいはい、南の納豆像について西口に建てられる像とは。じゃあ俺行きます。はい、模範解答行きましょう。はい、行きましょう。西口がオープン、北の黄門像、南の納豆像についで西口に建てられる像とは。本間浩二像。今一瞬ね、本間さん映りましたね。本間さん映りましたね、今ね。はい、最近多いですね。昨日のショールームでもありましたよね。ね、事故がありました。やっぱ生放送のね、びっくりした。あ、涼しいのか。はい、ね、はいはい、なんか選んでください。2000X 年、水戸駅北口、南口に続き西口がオープン、北の黄門像、南の納豆像に続いて西口垂れる姿とは。すいません、全然分からなかったです。はい、はい、じゃあ行きましょう。はい、男女34さん来てます。34分行きます。 2000X 線、水戸駅北口、南口に続き西口がオープン、北の黄門像、南の納豆像に続いて西口垂れる像とは。ある液体に悶絶する水炭水鉱の像。像の題名は両薬口に逃がし。じゃいらないでしょ。いらないでしょ。で、僕らゾウにしてくれるんですかね。いや、ありがたいですよね。これ、3、4分、ポイント高いですよ。俺、こびた答え大好きですから。いや、なんでだ、お前がこびてから、いつも。はい、ちなみにこれ関係ないんですけど、はい、茨城キックさんが、ソーシャルからコメントくれてますね。おお、あ、ジェンさん。
知り合いだったそうですね、大道芸人さん。ジェンさんが知り合い？そうそうそう。え、マキックさん？あ、ジェンさんって。あ、ほんとだ、うん、すげえ。すごいですね。いただきますか？ここ大丈夫ですか？あ、いいですね、これ来ました。はい、2009年水戸駅北口、南口続き、西口5分、北の高門蔵、まあ、南の納豆層に続いて、うん、西口に頼んだ蔵とは鈴剣、咳が独特蔵。鈴剣、どういう咳すんの？独特ですね。今の俺が見たのかな。今の俺からごめんね。ごめん、今のごめん。今のごめんね。どう思うんですか、まるねですね。まるねごめんね。今俺が悪かったよ。俺が悪かった。え、ちなみにポイントは書いてるんですか、今回。あ、オッケー、そうですね。ありがとうございます。来ました。はい、行きますよ。はい。誰ですか？待ちに待った8月24日さん、これあれですね、あの人、神須のケビン・コスナーさんですね。おー、行きます、はい、ね、2009年、水戸駅北口、南口に続き、西口がオープン、北の肛門像、南の納豆像について、西口たらえるぞとは、オスペン像、あ、間違った、スイスイ像だ、つまり黒沢師匠と鈴木健二さんの像はどうでしょうか。何の話だよ。何の話だよ。なんで最後聞いてんだよ。遠回しに。しかも確定じゃないんだね。聞いてんだね。会議の段階だね。どうでしょうかっていう。あとね、関係ないですけど、茨城キックさん。はい。わかんねえって。あ、ジェンさん。なんだなんだ。わかんねえのか。じゃあ、あとね。はい、あー、なるほどね。みんな面白いな、おい。来ました。はい、行ってきました。誰ですか。キーナさん。はい、キーナさん。行きましょう。2000X 戦、三鳥口さんち、大事すぎ、死んじゃわない、ね、死んじゃわない、大丈夫、その肛門像、未来の納豆像について、西口大事な像とは、茨城県の形をした像、市町村まで全部記載されている、かっこ笑い。いや、だからさ、なんかみんなもっといい、ね、いいね、ちゃんとしたやつ作んねえから、いいね、いいね、ちゃんとしたやつ、茨城県に茨城の像があんだね、形した。あ、茨城キックさん行きましょう、これですね。あ、行きましょう、お願いします。2009年、西口オープン、北の肛門蔵、宮田先生、西口大事な像とは、マギーシロこれは可能性あるよね、マギーシロさんは。なるほど、うん、なまってるしね、うん、なんか疲れてるね、なかった、なかった、なんか、うん、汗の量がなんか全然半ピレなんだけど、いや半ピレ、綺麗してない。じゃあここでもう一回クロちゃんの模範解答いきましょうか。はい、2000X 年、あ、違う違う、2000X 年、水戸駅北口、南口の西口がオープン、北の肛門像、南の納豆像について、西口に建てられた像とは、もうないぞ、ここでもあんのか。いややっぱ、あれだね、うん、これこの間の事務所室で怒られたもんね。なんて昨日あのテンションやめろって。あのこの間の何言ってか分かんないからやめろって怒られたんだ。関係ないですけど、丸ねえから来てますね。鈴剣さんって来てますね。さっき僕がミスタスですね。あ、これ面白い。お、お、言っちゃった、おい、これ面白い。言っちゃっていいの、そんなに。いいか、じゃあ誰、茨城キックさん。2009年、水戸口、北口、南口に続き、西口がオープン、北の肛門蔵、南の納豆像に続いて、西口が等身大の牛久大仏。でっけえ、でかいですね、でっけえ、これは邪魔ですね。あの技術があそこに来るんですか。ほぼ西口でしょ、あれが。そしたら、いやでもそしたらさ、うん、でも人は集まるね。あ、そうね、おそらく、うん、あれじゃないですか、あの、竜宮城じゃなくて、なんだっけね、竜宮城、なんとか教、竜神教、いや、バンジー、そう、バンジー、うん、竜神教に続いてじゃない、うん、取材とかいっぱい来るんじゃない。お、サイオン聞いてねえよ。お、サイオンじゃねえよ。サイオン聞いて、サイオンがクロちゃんがさっきから頑張ってるから、うん、クロちゃんが本気出してるって言ってあんた最近ほら手抜いてるのバレてるよ。いやでもね、うん、手を抜いてないよ。どうした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 の。いや、あの、体を動かすって素晴らしいね。はい、丸ねえきました。聞いてるからね。はい、はい、読んで。あ、2000X 西口さんの像とはちゃんと読んでないでしょ。いいでしょ、長いでしょ。2000X 年、南口に続き、西口がオープン、北の肛門像、南の方納豆像に続いて、西口が誰だぞとは、お題が長いぞ。あ、うまい。うまい。なるね。
うまい。来た、本物来た。本物来ましたよ、まるね。本物来たけど、どんな像だ、おい。うん、お前が長いぞって。面白い。今、まるねと茨城草のあれだね、攻めがすごいね。あいつ、この間言われましたよ。なんて。いや、いつもあのね、うん、ありがたいですよって言ったんですよ。大喜利くれるし、くれるって。うんうん、で、ある人がね、ポツッと。うん、いや、でも毎回同じ人だよねって。何、もしかしてこの番組あれ人気が下火かな。え、これ最終回見えてる、これもしかして大丈夫。やばい、打ち切られちゃうよ。最終回見大丈夫。やだよ。ディレクターが嫌な顔したよ。ディレクターが嫌な顔したよ。このキンキラ金曜がなければ俺休めるのにみたいな。やばい、時間も時間も近づいてきたね。はい、こんな発表します。じゃあちょっと今ポイントを見せてもらってもよろしいでしょうか。うん、あー疲れた。ちなみに優勝は本当にオリジナルステッカーですからね。それ見せてくれば。はい、どうなったんだ今。ケビン・コスナーさんがユッキーナさんが7点、3437点、フローズン・マルガリタさんも6点、ヨシさん5点、ケイタさん5点、文学さんが1点ね。ユッキーナさんと343が7点だね。なるほど、うちもあれだ。今回誰だろうな。うん、ごめん、どうぞどうぞ。ヨシチさんから来てます。あ、何でしょう。あ、こっちか。2000円、南口北口、南口続き、西口国分、北の顧問像、南の納豆術で西口大臣、ゾートマン美女代表として、ヨシチ像ボツです。いや、ちょっと、はい、じゃあ、今日のヒット賞いきましょう。ヨシチさんやめてよ、本当にそういうのやめてよ、本当に。じゃあ今回はフローズンマルガリタさんのお題が長いぞに決定。おめでとう。ありがとうございます。まるでおめでとう。うん、よしさん、やめようよ、そういうのは。ね、こうやってね、ちょっと大喜利がもっと流行ってくれればいいですね。うん、うんうんうん、よしさん、やめようって、ほんとよくないよ。鏡見てる自分の。よしさん、長いぞ。お前は可愛いやつだな、よしさん。いつもいろいろしてくれるかもしんないけどさ、いいよ、そういうとこいいよ。いつも仕事も頑張って一生懸命で、何事も一生懸命。はい、ということで、マルガリタさん、おめでとうございます。ツッコミないんかーい。はい、どうぞー。ツッコミない。こんにちは、ビデオヨークの本間浩二です。今日からおかげさまで500試合出場という節目の試合を迎えられて、それをね、1試合目から500試合までもよくできたということはすごく誇りに思いますし、素晴らしいチームメイドとたくさんのサポーターと迎えられたので、しかもホームで、茨城でこの水戸で迎えられたので、すごく幸せな気持ちでいっぱいです。これからもまだまだリーグ戦続くんで、ぜひこのスタジアムに足を運んでくれれば嬉しいです。よろしくお願いします。はい、後半戦でございます。いや、あの、うん、まあ、CM の本間浩二さん、はいはい、うちの吹田出身でございます。え、あなたの直属の先輩なの？あの、僕もサッカー部でしたけども、うん、被ってないです。あ、被ってないんだ。だからその、僕が練習してた時に、うん、たまたま本間浩二さんが遊びに来て、吹田のグラウンドに、うんうん、で、一緒にサッカーしたってのありますね。へえ、なんか、それでホーリーホックの仕事もらおうよ。それで、あの、吹田んですけど、まあ、欲しいですね、鈴木さんの。あとね、あのグッズが欲しい方はさっきのね、ご応募してください。あ、じゃあしよう。うん、いや、ね、後半ということですよね、はい、なんか久々な感じがしますね、うんうん、このスタジオが宇宙船バージョン。あんまいい記憶がないところですけどね、ここは宇宙船バージョンのね、うん、ドラマが昨日終わっちゃったんで。なんすか、あ、昨日やってるやつね、やってました。いや、それいいでしょ、その話。最終回でした、昨日。いや、最終回、うん、あ、なるほど。お、はい、ここでですね、先日の、サマーソニック2014の、V があるということなので、ちょっと行ってみましょうか。あれ、V ってその V だったら
俺ベルディの V かと思った。違う、絶対違うよお前。そもそもだってしたらホーリーホックの H 出すわ。はい、いいよ。はい、行きましょう。サマーソニック2014の模様です。どうぞガチョーン。会場来ました、幕張メッセです。こちら見てください、2014のサマーソニックモニュメント。どうですか黒沢さん。どうですか、すごく立派なもんですね。本当今年ね、サマーソニック参加ですから、ぜひ、茨城市、茨城県市大成功盛り上げます。何でもここの間をくぐると、売れるっていう場所が絶対今作ったでしょ。あるやらないんじゃない。ないよ絶対。はい、ということで、まあ、サマーソニック続きます。ずっとおはようございます、水炭水湖です。8月16日、サマーソニックということで、して茨城県を飛び出して、なんとここね、千葉県ですか、千葉県です。はい、千葉県のね、サマーソニックに出演ということでやってまいりましたけども、もしかしたらね、クイーンとすれ違うかもしれない、まあ、もしかしてそれはあるかもしれないけど、同じトイレで会うかもしれない。でもクイーン今日大阪だからね、じゃあ会わないね、クイーンは2日目ですから、じゃあ会わない。今日はね、でもね、茨城県魂を持って、はい、このね、この日本三大フェスの、サマーソニック一生懸命盛り上げていきます。頑張って。よし、行こうぜ。何回？ピリオドの向こうへ。人のだよ。ということで、サマーソニック2014、皆さん盛り上がってますか？皆さんどんどん集まってください。ありますよ。こちらのステージ始まりますよ。20人集まんないと始めませんよ。いやもういるだろ、20人。20人いるだよ。いるよ。います。20人います。皆さんも始めちゃっていいでしょうか？まあ、ここいいと、はい、いいとこしか、まばらなくてありがとうございます、ね、いや、もう名前呼んだらもうみんな拍手できますから、来ますから行きましょう。はい、じゃあ行きましょう。はい、どうもはい、どうも、MC を務めますね、茨城県出身お笑い芸人、水炭水湖の王者、よろしくお願いします。サマーソニック2014、盛り上がってますか。いいじゃないですか。いや、デブリはきついですよ。いや、お前だけだよ、それは。いや、いや、きついきつい。いや、みんな熱いよ。せっかくあのね、皆さん、バンドの皆さんが夜、コール&レスポンスを、僕らの方でもやらせてもらいましょうか。ライブ慣れてる方々ですから、いや、おめでとうございます。じゃあ、ちょっと行きましょうか、はい。マイク向けた皆さん、答えてみてください。行きましょう。笑っていいですね、じゃあ続けていきます。笑っていいあっこにケツコのいいじゃないですか。桃色クローバーゼー。それではいきましょう、デレンの歌詞サマソリバンド部門6組続けてどうぞ。ということで、水炭水湖やってますけど、今日ゲストいただきました、マクシム君でーす。イエーイ。いや、怪しい外国人来たまま。茨城出身ですか。茨城出身じゃないです。じゃあ自己紹介お願いします。どうも、ロシアはモスクワで、生まれました、セルゲイとヨーコの、ハーフの横浜育ちの、関澤マクシムと申します。セルゲイ。じゃあ、みんなね、芸人さんだと思ってたんですが、本業違うんですよね。はい、本業は、バンドのマネージャーを、こう見て裏方一つですね。嘘だよ、絶対。今日は、今日はサマソニで、はい、ビーチステージで司会を。僕あれね、あんまね、あんま言っちゃいけないことかもしれないですけど、僕らのステージよりでかいんですよ、これ。どういうことですか。去年も2日間やらせてもらって、なんでだよ。今年も今日明日、なんでだよ。俺ようやく1日潜り込んだから大臣じゃビーチステージ呼んだよ。俺に権限あるかしら。いや、いけんじゃない。こんなによく喋るマネージャーいるんだ。しかも僕より年下ですよ、先輩。いや、うっせえよ、うっせえよ。26歳でございます。うっせえよ。早くテキーラでも飲んだよ、お前。ウォッカ、ウォッカ、ウォッカか、ロシア、ウォッカか。どっちゃって、どっちゃって。なんでお前が来たところが一番盛り上がってるんだよ。楽しい、なんだこれ。これ毎回、毎回撮ってる。いや、これがね、茨城県でやってる、レギュラー番組の。ついに、ついに、茨城進出。そう、茨城進出。お、来ました。茨城の皆さん、元気ですか、なんで。クール、意外にシャイなんですか。どこがだよ。つかみまで持ってたじゃねえかよ。どうですか、サマーソニックは。2年連続。どうぞ。どうでしょうね、なんか今年は涼しい。あー、なるほどね。去年、僕がやったビーチステージ、ビーチ温度、灼熱で救護室が常にソールドアウト。バンバン人倒れて、水飲んでくださいって言ってるのに、俺も途中でフラフラしてなんだその面白い話。クロちゃんもあるよね。
あるよ、サマソリの面白い話ね。あるある、うん、あの楽屋が大道芸さんと一緒です。なんで大道芸さん。じゃあマキシム君、ちょっと話題変わっちゃうんですけど、はいはい、茨城県についてどんなイメージですか。茨城県について、はい、知り合いで、うん、すげえ頭がおかしいやつがいるんですよ。あ、そう、はい、でなんか、はい、僕も初めましてで、ね、うん、今度は20歳21ぐらい。あ、そうです、そうね、初めまして、まあ、一応バンドのマネージャーやってるんで、うん、ツアーでこうやって行って、うん、まあ打ち上げ、まあ、各所打ち上げはね、うん、すごい、まあ、盛り上がるんですけど、うん、なんか結構僕に似た顔をして濃いめの方がいきなり、まあ、さっきちょっと話したい人もいるかもしれないですけどね、いきなりなんですよ。レモンをこうギューって絞って、うん、人の目にバッシャーってかけてきて、え、危なっ、失明するんじゃないかな。危なもうこの町にはもう二度と来ねえよ。そう、本当やっぱ初めて来たのに、なんかすげえ顔も似てるし、なんだろうな、こいつって。そんなやついるんだ。いるですよね。いるね、鈴木さん。すげえ飲んでレモンね、目に突っ込んで、俺も突っ込んで、ね、死刑したこの野郎。そしたらね、いや、噂によるんですけど、マキシム君、水戸に来るたび、今日は鈴木いない、ね、いないよねってチェックするらしいじゃないですか。違う、それは違う、それは、俺ちゃんと、むしろな、あ、持った、この人持ったよ。いや、これは確かに直井には、うん、まあやっぱね、リップサービスとして、うん、いないの、あ、よかったって言ってたけど、はい、一応ちゃんと電話してる。だから一回電話もらった、結構電話もらってる。いいやつなんだ、今日いないの、まあ水戸なんだけど。いいやつ。わしは東京やねん。いいやつ。あとね、ちょっとごめんね、人見知り出すんじゃないよ。人見知り出してんじゃないよ。いや、あの、うん、同じ匂いを感じるな。どこかだよ、どこかだよ。すごいシャイな。いやいや、お前からチャーシューの匂いしかしねえよ、お前。いや、こっちにあるよ。はい、ということでね、ゲストにマキシム君が来てもらいました。最後にじゃあマキシム君、はい、じゃあ茨城県の皆さんに一言お願いします。茨城県の皆さん、はい、また会いに行きます。はい、じゃあサマーソクリスの授業まだまだ続きます。意識しすぎでしょ。ああ、サマーソニック2014楽しいな。あ、申し遅れました。茨城出身お笑い芸人水炭水耕です。今日はね、サマーソニック2014にやってまいりました。いえ、盛り上がっていきましょう。あ、すいません、お兄さん。あら、お兄さん、サマソニ盛り上がってますか。あ、もういいです、超楽しいです。いや、サマソニイエイ。お兄さん、あ、すいませんでした。お兄さん、また知ってるでしょ。なんかね、ロシアの感じましたね。感じねえよ。兄弟が逆転してませんでした。確かに。続いての企画はこちら、レジェンドオブロック。来ました、来ました。ちょっと雨が降ってきましたね、皆さんね。でも、雨を吹き飛ばすぐらい盛り上がってもいいんじゃないでしょうかね。いや、飛ばしてくれよ。あ、これか、次の人。あ、僕が次熱い人で。僕が、すごい、もう、さっき芸人正しい人いたからね。ね、確かに。レジェンドオブロック続くスタートです。はい、ということで、サマーソニック2014、はい、僕らが担当しました、ショーサイドマリンのステージ、全ての演目が終わりました。終わりました。いや、お疲れ様でした。いや、あのね、疲れたとかより楽しかったですよ。いや、楽しかったね。楽しかった。なんか最後もさ、もうちょっと暗くなってきちゃったけど、うん、なんつうの、通りすがる方が大道芸人さんの芸を見て足止めていただいたり、あとあのダンスあったり、うん、あのバンドもあったり、いや、大雨の中大盛り上がりでしたよ、本当に超すごいですよ。いや、そのお笑いのステージはもちろんですけど、こういった違うところに来て、一流の方々に触れるっていうのも本当楽しいですね。何度もね、うん、ちゃんとあの茨城をアピールしました。そうですよね。じゃあ次は、はい、何ソニック行きましょうね。これしかねえよ、サマーソニックは、ね。はい、ということでですね、水管水耕サマーソニック2014頑張りました。ということで、以上、サマーソニック2014年からでした。以上、水管水耕でした。ありがとうございました。はい、はい、ということで、サマーソニックね、楽しかったですね。楽しかったね。あれ、サマーソニック2014、おい、楽しかったね。おい、お前 V 見て休んでんじゃねえよ。なになにV ってそういうとこじゃないの。違うですよ。何何何。いや、どうでした。まあ、V でもまとめてましたけどね、本当にバンドあり、ダンスあり、お笑いあり、大道芸ありと。いや、俺今回思ったんですけども、おうおう、そのチケットがなくても楽しめるってことは分かりましたよ。
そうですね。サマソニは僕らがいたステージはチケット必要ないところでしたから、うん、やっぱチケットなくても周りにいっぱいあるので、やっぱああやって盛り上げてるんでしょうね。やっぱフェスというものを、なんか嬉しいですね。そういうなんか今日本にフェスという文化が根付いて、うん、盛り上がってね。あと嬉しかったのさ、うん、茨城からわざわざ来てくれたじゃない。あ、来てますね、お客さん来てくれて。そう、うちらのステージ見に来てくれたし、茨城から。そうなんですで、やってたら、うん、茨城出身のスイタンスゴレスって来たら、うん、おじさんが、うん、俺日立なんだよっつって、うんうんうん、応援してるよとか嬉しかったですよ。あ、来て、やっぱね、うん、茨城は伊達につけてないですからね。ね、ありがとうございます。で、茨城らのスタッフさんも来てくれて本当ありがとうございました、本当ね。幕張まで、うん、楽しく喋ってっからさ。今、岩倉のスタジャン来たな、うん、読んでいいんですよね。読みましょう。いつものように読みますね。はい、水炭水耕様、こんばんは。はい、こんばんは。ずいぶんご無沙汰な気がしますが、はい、ディレクターの大内です。はい、ね、お久しぶりです。今回、お二人にはヴェルディを見ていただきました。あ、V ね。あ、これ V ですね。お前がボケたのね。ねえ、え、僕がボケました。いやいや、わかんないから、ね。お二人には V を見ていただきました。うん、が、何ですか、あれは。何か何か。ちょっと待って、恥ずかしいですよ。あんだけね、よかったですねとか言いときながら、うんうん。会場を盛り上げると言いつつ、うん、拍手はパラパラ。お客さんからはツッコミにはタジタジ。いやいやいや、できてた方だよ。最終的には、うん、モスクワ生まれ横浜育ち、うん、セルゲイとヨーコのハーフ、うん、マクシムさんに美味しいところを持っていかれてるじゃないですか。いやいやいや、美味しくしたんですよ、僕らが。編集していて思いました、うん、これは不健康だからに違いないと。いや、バカじゃねえの。編集し…知らねえよ。どこでどう思ったんだよ。不健康です。俺ね、うん、編集してるディレクターが不健康だと思う。俺もそう思う。時々顔色すげえ悪いもんね、うん、不健康でさえなければ、うん、ポテンシャルの高い水炭水庫はこんなものではないはずだ。そして、うん、健康になるためには、うん、健康になるものを飲んでいただくのが一番だと。いや、もう結構飲んでるよ。しかし、うん、もしかすると不健康なのは、うん、コンビのうちの片方なのかもしれない。あ、それはもうパッと見で分かる。いや、むしろ片方が不健康だからこそ、うん、コンビとして 100% の働きができなかったのだ。そこでお二人で当日どちらが不健康であったかを、うん、討論していただき、うん、岩倉特製健康飲料を飲むのか決めていただければと思います。いいよ、それ。それではよろしくお願いいたします。はい、討論って。いや、だから、うん、何、どっちが不健康だったか。そう、その話やると。いや、そんなのパッと見でわかるでしょうよ。いや、これ僕ですよ。そう、うん。いや、終わっちゃったじゃねえかよ。終わっちゃったじゃねえかよ。じゃあ飲めよ、ほら。だってやっぱりさ、うん、俺すぐ最近疲れが出るのよ。いや、あのね、俺もそう言おうと思ってたの、うん、言ってるよ、多分。あの、言ってるし、うんうん、あの、心配とちょっと怒りどっちもある今、うんうん、だから今、何にもなくなってる、こう総裁されて。心配がなければ怒りが出る。そう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 。でも、ほんとダメ。いや、ちょっとさ、あの、運動したら、ほんとに。マジで、うん。いやいや、お前に言ってんの、お前。全然さ、こういう話全然聞かないんですよ、俺のこういうアドバイスを。いや、運動はね、嫌いなんでしょ、ほんとに。あのね、うん、ちょっと、うん、俺の中では、うん、もう走ってる時期があって。いや、でも走んなくてもいいけど、うん、ででね、うん、それでそんな変わんなかったの、体重が。で、夜飯を野菜に変えたら、うん、痩せたのよ。じゃあ体重じゃなくて、俺は体力をつけろって言ってんの。お、奥深い話。奥深くないよ。哲学じゃないよ。体力は何、やっぱりどうやってつけたいの。筋トレ。いや、筋トレじゃないよ。だからウォーキングなり20分とか30分とか歩いたらいいじゃん。あ、だったら任せてください。何、今ね、うん、あのバイト先で歩いてるとかなしだよ。あ、ふと気づいたら、うん、私の自転車がパンクされてたんですよ、うんうん、パンクされてたの。帰って仕事が帰ってきたらパンクされてたの。駐輪場で、まあ、パンクになってたのよ、うん、パンクしちゃったの。もしかしたら、うん、あるじゃん、時間かけであるじゃない、うんうん、ちっちゃいの。それかもしれないけど、だから今歩いてるんですよ。いや、それを言うのじゃダメなんだって、運動って。ついでじゃ、運動をしようと思って運動しなきゃダメなんだって、こう。ほら、元スポーツトレーナーだから。わかる？わかる。わかる、わかるかい。お前、今日どっちなのね。もしかして今日ももう疲れてる？ねえ。見たでしょ、今日の俺の電車。見たけど。やばかったもん。いや、だからさ、ちょっと体力つけなよ。さっき自分の声も、だって、うん、これ、こんな話しちゃ悪いかもしれないですけど、うん、11時集合よ、うん、11時集合の仕事、うん、俺寝坊してっからね。そうなんすよ。11時だよ。しかもね、
大手 T さんの仕事ですよ。ねえ。うん。普通ありえないよ。うちのね、マネージャーも結構怒ってたよ。何が？あの、いや、まあ、ないでしょって言ってて、しかも、まあ、テレビ局絡んでる仕事だったじゃない。本当に？いや、いつも言うじゃん、あの人は。俺が電話した時に、うんうん、珍しいねって言って、うん、もうしょうがないねってしか言ってなかったから、うん、いや、多分俺裏ではそう言ってたの。いやいや、多分俺に、うん、二度とすんなよってアプレッシャーだと思う、そういう。でも、続けには？うん、でも、うん、言ってたよ、やっぱり。なんて？うん？いや、ないよって。いや、でも、うん、え、なんで前の日まず何時に寝たの？その10、11時の仕事。10時に電車乗れば全然余裕でしょ、あれは。10時で間に合わない。まず11時の仕事だったんですけど、うん、その日の朝何時に起きたんですか？うん、10時50分。11時集合で10時50分に起きました。そうですね。11時入りで。11時入りで。起きた瞬間まず何した？やべっつった。あの、初めて一人ごと言って。やべっつった。なんか知んないけど、俺テンパって俺に電話かけてきたよね、一回ね。そうだね。初め、誰に電話かけたの、まず。うちの事務所のお偉いさん。あ、まずマネージャー、うん、マネージャーかけたんだ。出なくて。うん。で、TBS さんに。言っちゃったね。名前出してなかったけど、俺。うん。の前を通り過ごす。もういい、分かってるよ、もう。はい。ね。で、それで、うん、今どうしようかと。うん。で、まあ、いろいろとね、アドバイスを鈴木にも聞こうかなと思って、うんうん、電話したんですよ。まあ、遅刻慣れてるからね、俺は。そうなんだ、おい。そしたら鈴木も出なかった、うんうんうん。そしてもう時間がなってね、うん、11時になっちゃった。うん、もうこれは言おうと、うん、あるそのね、仕事場の人に、うん、すいませんと。うん、で電話出なかったの、うん、その人も。その人も。そしたら向こうからメールが来て、うん、もしかして遅刻って。あ、来ちゃったの、先に。俺が電話して、出なかったの。あ、なるほどね、そういうことね。で、出なくて、この時間の電話はもしかしてと思って、もしかして遅刻ってきたの。うん、で、俺が、うん、はい、正解。いやいやいや、絶対そんな陽気じゃなかったでしょ。本気のテンションでやってみて。いや、もしかして遅刻？あ、メールです、メールです。もしかして遅刻？うん、うん、うん。はい、そうです。で、反省してねえじゃねえか、お前よ。いやいやいや、してるよ。うん、してる。なんだろうね、違うのよ、うんうん。その日は早く起きようと思ってたの。うん、8時半にセットしたの、目覚ましを、うんうん、でそれに気づかないからそのままでも寝てたんだよね。やばい、絶対不健康じゃん、もう。そう、俺やばいのよ。で、本当にストレスも溜まってんの、今。あ、なんか結構きつかったんでしょ。そう、完璧しました。クロちゃん、不健康分かりましたので飲みましょうかということ。お、どこで俺の不健康分かったの。見た目からだよ、もう。寝坊もしてんじゃねえか、お前よ。しかも俺、クロちゃん、俺70って最初に言ったの。70ちゃん。不健康だ、不健康だよ。70ちゃんってなんだろうと思って。じゃあ飲みましょうか。確かにね。まあ、でも確かに最近俺やばい、マジで。いや、だから本当リセットしない、一回。じゃあ、うん、どうしたらいい、リセット。いやいや、お前もうちょっと解散って言おうとしたら、お前。いや、全然思ってないよ、本当に。リセットっつったら俺、あのね、拓井さん思い出しますけど。分かんねえよ、それ。何今の、分かりました今の。え、分かるよね、拓井さん。え、分かんないですか。何分かるよね。え、これあれだって、うん、歌ったらアウトでしょ、これ。うんうん、今来た、調査権的に、うんうん、歌手あ、歌手の話で、リセットって歌う。じゃあ飲みましょうかね。飲みましょうか、そこはリセットできませんでした。ダサ、それだよ、ストレス。ストレス、それだよ。いや、あのさ、クワちゃん確かに体力ないけどさ、俺がタフってのもあるよね。あ、それもある、ね、だから、要極端なんだよ。そう、すっごいタフなんですよ、僕。だから、うん、その気持ちもお互い分かんないじゃない。だから、なんで鈴木はこんな元気なんだろうと。飲みましょうか。出てっから見えてんだよ。見えないよ。じゃあ、黒沢さんね、まあまあ、まあ、その反省も込めて、そのみんなに込めて、じゃあ飲みましょうよ。うん、ね、いいけどさ、うん、薄くない色、いつもより。いや、こんな色、こんな色。久々だから。これ全部ですか、一口。うん、全部、うん、いただきます。はい、なんて言ったの俺。わわわわって聞いたけど、遅刻してすみませんでした。あ、いやいや、いや、でもあなたも前回遅刻したかんで、ここ。すっげー飲んだから、それは一言言えないからね。ここ遅刻したかんね、あんた。俺言ったっけど、そんな強く言ってないから、今回聞けよ、お前が聞いたの。一気に行くべきだった。一気に行くべきだった。うわぁ、一気に行くべきだった、これ。頑張れ、頑張れ、これで健康近づくから。待って、待って、どうした？ごめん、一気に行くべきだった。はいはいはい、行っちゃいっちゃい。一気に。おお、すごい。
で、ごめんなさいって最後に。いやいや、ちゃんと飲んで。うーわ、きつい。その峠、頑張れ。早く。反対、皆さんごめんなさいでした。体力もつけます。はい。あ、いった家畜か、おい。豚を捕まえないよ。はい。健康にはまだ足りないですよね、黒沢さん。足りる。ほんとに。これ以上は、あれがやばいです。ラーメンがやばいです。ラーメンがやばいです。ここ来るまで食べてきた。この後はラーメンがやばいです。今俺絶対、と思って。すぐ飲むんじゃないよ、お前は。リバキだとか言うのされたよ。じゃあね、これから本当に少し運動したら、本当にこれを機に運動する。明日、とりあえず明日はフットサルがあるんで、うん、フットサルとかじゃなくて、怪我するからね、本当にね。いはい、年もあんのかな、33点。いや、だからここで本当切り替えないとやばいってよく言うからね。やる人とやらないの差がすごい出るって。嘘。うん、どんな顔してんだよ。はい、ということですね、今回黒沢さんに健康に近づいてもらいました。え、うん、いや、だっておかしいと思ったよ、俺。こんなクソつまんねえじゃんと思ったもん、俺。待って、これは俺が読んでいいのかな。どっちが読んでいいですか、俺ですか、どっちも。はいはい、お疲れ様です、大内です。先ほど言い忘れましたが、最後に大事なお知らせがあります。これまで毎週金曜日にお送りしてきた水炭水耕の近畿や金曜茨城愛ですが、次週はお休みとなります。次週はランチタイムスピークスのゴッチさんによるシーズオブスティーズを放送いたします。水戸のレジェンド、ランチの MC ゴッチさんによるシーズオブスティーズです。ですが来週金曜日はもしかするとですけども、公開収録をやりたいなと考えております。場所の確保に手間取っているのですが、できるようになったらいわきランド公式 Twitter、 公式 Facebook で告知いたしますので、ぜひともこちらの SNS をチェックしていただけますようお願いいたします。来週お休みですか、どうした。ラーメン来た、だいぶ流して、はい、もしかしたら、とりあえずじゃあ来週はスイタースイコ、キンキラキン、茨城はお休みになりまして、でもしかしたらお休みの時に公開収録するかもしれないと。なるほど。これじゃ あのツイッター飲んでんじゃない。じゃツイッター、フェイスブック、皆さんね、お願いいたします。チェックお願いします。ということで、ちょっと告知、水炭水耕から、はい、まずですね、水炭水耕からの出演情報ですね。大三島市ふるさとふれあい祭り、日時8月30日土曜日9時からのお祭りですね。雨天の場合8月31日、場所、大三島市希望が丘公園、ぜひ遊びに来てください。多分ね、これ出演がね、3時とか4時だった気がする、水炭水耕ね。遅いんだね。うん、夕方。また僕らの方のツイッターでもね、やりますんで。3時、4時でも遅刻するかもよ。やめろ、お前。はい、じゃあ、はい。違う。はい、ということでね、見ていただきました。どう？健康になった？健康になったって聞かれて、健康になったってもんじゃないじゃん。今飲んでさ、すぐってのもんじゃないじゃん。やばいんだ、今。それでは、最後、黒沢さんが飲んで。いや、違う。次、ハンドだよ。これだと健康だもん。健康じゃない、この体のおかげにごらんなこれ、おい。みんなでかっこ…あーじゃないよ。わかりました、じゃあ水炭水耕ね、長生きして頑張りましょう。はい、じゃあ、来週はちょっとお休みですけど、もしかしたら公開収録あるかもしれないんでね。はい、皆さんぜひ休みに来てください。それでは、茨城県万歳、乾杯。茨城県万歳って、どこの商工会だよ、お前。まずい！